はい、2月18日木曜日ですね、自然言語処理の論文紹介をしていきたいと思います。今回はですね、タイトルが変わってですね、言語生成によるクエリ拡張と回答のスコアリングを組み合わせたオープンドメイン質問回答というですね、タイトルの論文を紹介していきたいと思います。はい、まずですね、初めにということで、概要から話していきたいと思います。まず、オープンドメイン質問回答っていうのはですね、何かというと、自然言語による質問に対して回答するための文献を検索し、これは全文検索技術と言いますけども、その見つけた文献から回答を抽出する手法を、オープンドメイン質問回答と言います。で、文献から回答を抽出する、技術、タスクをですね、機械読解っていうふうに、言います。機械読解であれば、その文献っていう、どこから、どこに答えが載っているかっていう文献はもうすでに、分かってるんですけども、オープンドメイン質問回答では、その文献を探すところから、やっていくっていうことですよね。はい、なんで、対話、チャットボットで言えば、どんな質問に対しても答えられるような、システムっていうのが、オープンドメイン質問回答ということになります。はい、で、この研究の手法はですね、既存手法を上回る精度を達成したということです。これが結論ですね。この授業が、既存手法を上回ったという結論になりましたということです。はい、で、次、関連研究ですね。まず、全文検索について話していきます。全文検索っていうのは、この4ステップで、構成されています。1つ目が、文章を単語区切りにしてですね、単語が文章のどの位置にあるかをメモするっていうことですよね。はい。例えば、これで言えば、その文章1っていうのに、東京とか、天気ですね、天気とか東京とか公園とかがあるっていうのをメモする。で、それだけじゃなくて、この天気っていうのが、初めから何単語目なのかとか、東京が、どの辺にあるのか、何単語目っていうことは、どの辺にあるかっていうことですよね。のもですね、情報として加えていくということですよね。で、2番目にですね、ユーザーからの質問文を単語区切りにするっていうのをします。はい、で、3つ目ですね、3つ目は、質問文に含まれる単語がですね、出現する文章にスコアをつけるということをします。はい、つまり、質問文に含まれる単語と同じ単語がですね、出現する文章っていうのは、その質問とですね、質問の答えが載っている可能性が高いっていうふうな、予測に基づくっていうことですよね。今回は、単語といってもですね、いろいろ類義語とか、いろいろあると思うんですけども、類義語とかあるのでですね、その全く同じもの、全く同じ単語が出現する文章だけをスコアつけていると、あまり汎用性がないというか、なので、類義語もですね、スコアをつけていくということを、しないと、いけないですよね。はい。で、最後はですね、文章にですね、スコアをつけていって、その最もスコアの高い文章、文献を、返すっていうことを、するっていうのが、全文検索の、流れになります。例えば、だから、この京都の、有名な寺はっていう、質問を、されると。そうすると、まずこれを単語区切り、2番ですね。1番は先ほども言ったように、その文章にどのような単語が含まれるかっていうのを、メモしていくっていう作業ですね。で、2つ目が、この質問文を単語区切りにする。この場合だと、京都有名寺。これ名詞しか、名詞だけ、しか抜き出していないですか。こういうふうに単語区切りにすると。
で、まあ、このように単語区切りにして、まあ、どの文書と一致度が高いかっていうのをまあ調べるわけですね。この場合で言えば、京都、寺っていうふうにまあ2つ一致しているので、まあ、この場合だと文書2が、この3つの中ではまあ最もスコアリングが高いっていうふうにまあ判断されるということになります。まあ、これがまあ全文検索ですね。で、次ですね、クエスチョン・アンサリング、まあ、質問回答と呼ばれるものですね、について話していきたいと思います。まあ、これ QA と呼びます。クエスチョン・アンサリングなんで。QA はですね、質問と文献のペアが与えられて、質問の回答を文献から抽出するタスクを QA と言います。なんで、まあ、文献が与えられて、まあ、質問が来てですね、その質問を、まあ、質問に答えるために、まあ、文献からまあ答えを探すっていう感じですね。だから、まあ、テストがあって、まあ、カンニングペーパーありのテストみたいな感じですね、イメージは。だからカンニングペーパー、その答えが載っている文章はいくらでも見ていいですよっていう話です。で、まあ、この QA に関してですね、機械読解っていう手法があってですね、まあ、それは QA を解くための手法として知られています。まあ、具体的にどういうものかというと、ニューラルネットワークに質問と答え、文献を与えるわけですね。まあ、こう先ほどと違うのは、先ほどはまあ質問と文献のペアを与えて、まあ、答えを出すっていうのが、まあ、QA というタスクです。で、機械読解はですね、その QA を解くための手法で、まずですね、質問文献だけでなく答えも与えてしまいます。つまり、まあ、これが教師データということですよね。で、まあ、教師も一緒に渡してですね、その文献のどの辺にその答え、回答があるかっていうのを、学習させるということをします。で、その後にですね、質問と文献のみをですね、渡して回答箇所を予測するっていうのが、まあ、機械読解の、まあ、手法になっています。で、次ですね、オープンドメイン QA について話していきます。これ、まあ、オープンドメイン、まあ、質問回答ですね。で、これはですね、どういうものかというと、質問のみが与えられて、文献をですね、ウェブなどから全文検索で探し出し、見つけた文献を機械読解することで質問に答えるタスクということですね。だから、まあ、これは、まあ、これを完全にコンピューターにさせるんですけども、まあ、人間で言えば、まあ、ある質問されて、まあ、Google っていう感じですよね。まあ、その Google 部分が、まあ、この全文検索。で、ググった後、まあ、表示されますよね、ウェブページが。そのウェブページの中から、まあ、答えを探すっていう作業が、まあ、機械読解っていう感じですよね。で、見つけ出して、で、最終的に、まあ、それを、質問された人に渡すっていう感じ。まあ、そういうイメージですね、オープンドメイン質問回答っていうのは。で、次2点、次、先行研究について話していきます。先行研究はですね、まあ、このアンサルニですかね、を用いてですね、まあ、これ全文検索の、するためのまあ技術ですね、これを用いて全文検索してですね、文書にスコアアンサルニっていうのを、つきます。で、さらに、その文書ですね、文書に対してパートで文章を機械読解するということをしてですね、スコア S バートっていうのをまあつけていきます。だから、まあ、どこが回答箇所としてふさわしいかっていうスコアですね、それを S バートとしてつけます。で、まあ、どの文章がふさわしいかっていうのが S アンサーにですね。まあ、だから、まあ、その、こちらの方が、まあ、範囲で言えば広め。文章にスコアをつける。で、ここは文章を選んだ上で、その文章の中でどこが回答かっていうスコアですね。S バート。
で、最終的なスコアはですね、重み W っていうのを用いて、このような式で求められるということになります。なんでですね、その W が小さければ、アンサラに、つまり、どの文献がふさわしいかっていう、どの文献が答えがありそうかっていうところに重きを置いている。で、このミュですね、重みミュです、ミュ。はい。ミュが大きければ、そのどの文献がふさわしいかっていうよりも、その文献のどの箇所が、回答なのかっていうことに重みを置いているっていう感じですね。はい。そのようにして、最終的な S、スコアを求めるということになります。で、これがこれまでのその手法なんですけども、これまでの方法には2つの課題があるということです。1つ目がですね、質問に含まれる単語と解答がある文献に含まれる単語が類似していないときにですね、正しい回答を含む文献を取り出せないっていう問題があります。それはそうですよね。先ほども言ったように、その文献を探す方法っていうのは、これはちょっと質問文に含まれる単語が出現する文章にスコアをつけるって言ったんですけども、正確にはそれ、あの、質問文に含む単語と似ている単語がですね、出現する文章にスコアをつけるという感じですね。で、例えば日本の首都はどこですかみたいな質問だと、その質問文に含まれるような、なんでしょう、日本とか首都とか、そういうキーワードっていうのは、その答えが含まれる文章にも、そういうキーワードって、おそらくありますよね。おそらくというか、ほとんどあると思います。日本の首都はホニャララですみたいな文章で、答えが書いているはずなので。はい。一方で、何でしょう、その本とは何ですかとか、動画とは何ですか、動画とは何ですか、どうでしょう。その質問文に、含まれる単語が、その答えに含まれる文献に出現しないような、質問が、あると、思います。はい。そういう質問をちょっと思いつかないんですけども、そういう場合はですね、回答を含む文献を取り出せないということになります。さらにですね、2つ目が QA ではですね、文書内で回答箇所である確率を出して、最も確率の高いものをですね、回答候補とするということですね。で、それを、これはどういうことかというと、先ほど、のところですね、機械読解のところで言ったところですね、質問、答え、文献を与えて回答箇所を学習させるっていう、ざっくり言いましたけども、これはどういうことかというと、その回答箇所として、正しそうな、回答箇所としての、正しい確率ですね、ここが回答箇所ですよっていう確率を、それぞれ出していくわけです。で、その中で、最も確率の高いものを、出していくっていうのが、予測であり、学習の段階なんですね。学習では、どこが確率が高いかっていうのを、出していく。予測でもそれを出していって、予測ではですね、最終的に最も、確率の高いものを出す。っていうのがですね、具体的に、ここの機械読解でやっていることになります。はい。で、このですね、回答、最も確率の高いものを回答候補とするということなんですけども、それではですね、それを複数文書で行うので、そのどの候補がその妥当か、最もその回答としてふさわしいかっていうことの評価が、難しいっていうことですよね。あくまでもその確率、最も確率の高いものっていう言ってますけど、その確率っていうのはその文書内での確率なので、その文書自体がですね、そもそも答えの載っている確率が低いみたいな場合だと、あんまりその文書内で確率が高くても意味がないっていうようなことになるので、結局、その評価がしづらい、どういうふうにその回答が出てきた回答が妥当かっていうふうな、正しいかっていうのは、評価がしづらいっていう問題があるということですね。はい。で、この研究では、このような2つのですね、課題を解決ということを言っています。
はい。で、まあ、提案手法の入り口を、話していきます。提案手法はですね、全文検索プラス機械読解からなるということです。3つの機能からなるということです。まず検索部、これはまあ全文検索のことですね。特徴語生成によるクエリ拡張の後、まあ、全文検索を行うということになっています。まあ、ここで、まあ、先ほど言ったようなことと違うことは、まあ、特徴語生成というところですね。まあ、先ほどは普通にその質問文を区切ってですね、それを、まあ、それとマッチするような文献を探すということを言いましたけども、今回はその単に区切るだけではなくて特徴語生成を行うということです。まあ、これは詳しく話して後に話していきます。で、2つ目が機械読解部ということで、これはですね、バートの出力層活性化関数の変更してですね、機械読解を行う。これもだから変更していくということですね。はい。で、3つ目はランキング部で、機械読解スコアに基づく回答のランキングを行う。まあ、この3つから、提案手法はなる、合成されるということです。まあ、これですね、次回ですね、詳しく提案手法について話していきたいと思います。ではですね、まあ、今回はこのタイトルのですね、論文をは終わりたいと思います。良いと思われた方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。